皆さんこんばんは。南淡路市のにゃんころめピアノ教室です。昨日も楽しいレッスンでしたが、今日はバロックのバッハのインベンションを弾いてみます。バッハの作品番号には BWV という作品番号、同じくモーツァルト、ヘンデルなどにも作品番号が振り分けられています。テレマンという作曲家もそうです。作品番号が振り分けられています。上達するためには先生は何度も何度も反復練習を繰り返しますが、速度記号に音楽用語を少しずつ理解しながら弾いてみること、手首の力を抜いてゆったりと弾いてみることがピアノの上達への近道です。いろんな曲を先生はいつもチャレンジしていますが、曲を仕上げるということはとても大変な嬉しい楽しい作業でもあります。一曲できるととても嬉しい達成感を味わうために人は努力をするのです。毎日できることを楽しみながらやってみることも大切なことです。それではバッハのインベンションを弾いてみます。何度も何度も反復練習を繰り返して納得のいくまで弾いてみる。ピアノを上達するためには好きになること、好きな曲を楽しみながら弾いてみることが一番です。それでは明日も楽しいレッスンを。